交代制で保持するとき結構辛いと思うんやけどな、これ。前回のあらすじ。キチガイな奴らがやってきた。ってことにしておこう。まあ、キチガイだらけだからな。こいつらは誰一人としてまともな奴がいないからな。先週の生放送、パート1の生放送の後、作者さんからゲームの説明の方をね、説明を動画にして送ってくれたんですよ。いや、ちょっと、ゲームの説明が全くわからん状態だったけん、ゲームの内容がちょっとわからんかった状態だったけん、大いに役立ちました。その反省点を生かして、このパート2やっていきたいと思います。まずね、この左上のスピリットっていう、このゲージがあったんですよね。このスピリットっていうのはね、基本的にここのアクション。アクションのコマンドを一つやったらこっちが一つ減るし、こういう植物に水をあげても、このスピリットのポイントを一つ減らすらしいんで。だからこの乾燥しているワイドストロベリーに水を与えたら、この通り一つ減るわけ。で、このスピリットの上限を増やすには、部員を増やさなあかんらしくてね。この今3になっとるんは、刹那圭介、俺と、ももちゃん、ちゃんもも、ちゃんももをね、部員として加入して仲間にしたからね、その2人加入した分2つ増えて3分の1になっとる。そういうことらしいです。だからね、この、後の2人もちゃんと部員にしとかなあかんらしいわ。部員にしとかなあかんらしいわ。ハーレムでいいのに。もう男子部員追うだけでいいのに、あと10人くらい女の子連れてこればいいのにって思うんやけどな。しょうがないわ。ハーレムにできなくてごめんね。ああ。ちょっとその辺ちょっと恨んどるな。よっしゃ、行くぜ。まずはこの不良。キムニー、キムニーって読めたんだよ。あだ名キムニーな。キムニーを呼びました。俺と結婚前提に付き合う決心がついたか。これももちゃんの声。困った。木村君がどんな人なのかはまだまだ全然知らないし、学校ではかっこあまりいい意味ではなく、有名な人だから二つ返事で付き合ってもいいよとは言いにくい。友達からでいいならば、あ、やっぱこれやな。やっぱこの安定っていうかさ、ちょっと様子見したよな。お友達からでいいなら、ちょっとなん、毎度毎度なんかすごい恥ずかしそうに返そうな。オッケーって返事の時は大体恥ずかしそうに返そうな。どうしたん？ヒッポポタモスって結構恥ずかしがりやなん？かわいい。好きも嫌いもないうちから付き合うなんて、私の両親が許さない。ああ、ちょっと残念そう。キムニー、ちょっと残念そう。当然、木村くんは黙り込んだ。私のクリスティー紛れのセリフが彼の心を傷つけていないか心配だ。大丈夫大丈夫。不良ってのはな、体が傷ついてそれから強くなっていくもんなんだよ。わからんけど。私たちお互いのことをまだ全然知らないから、付き合うのは互いをよく知ってからの方がいいんじゃないかな。それ大体さ、付き合いたくないやつが言うタイプのやつなんだよ。それでも頑張って心の傷を最小限でとどめられるようには努力はしてみる。ヒポポタマス、お前ってやつは。ああ、もうダメだ。木村君は泣いてるんじゃないだろうか。申し訳なくて顔が直視できない。したくもないけど。俺たちの今後を真剣に考えてくれてるんだな。え？よし、お互いのことをもっと知ろう。付き合うのはそれくらいでもいいな。よし、ではとりあえず今はメールアドレスの交換だけしとくか。ああ、うん。キムニー、最近 LINE っていうのが出ているの知らないのかな。今時メールって。ふる。私たちは赤外線通信した。ほっとした。木村君は前向きな性格の人でよかった。言い方を変えればバカってことだけど。はい、送信完了。連絡。あ、間違えた。キムニーの声をヒポポタマスの声で呼んでしまった。はい、送信完了。連絡待ってるぜ。わかった。あとさ。なんだ？
入部届に際しては欲しいんだけど、それがメインだよ。むしろそれがメインだよ。ほら、お互いを知るには同じ部活に入るのが一番早いから。それもそうだな。上機嫌で入部届にサインした木村君の横顔を見ていると、何か罪悪感が湧いてきた。ひぼこまわず、そこの入部届、デスノートのページ渡した。デスノートのページ渡した。そうしたらこいつのことを40秒でお亡くなりできるんだぜ。お前、何なんだこの気持ちは。決して騙したわけではない、騙したわけではないのに、付き合うとか付き合わないとか関係なく木村君と仲良くなりたいのは事実。彼の行為を利用して入部届を書かせたわけじゃ。いいんだよ、いいんだよ。こいつが一人増えるだけでさ、俺はさ、スピリットメーターが一つ増えるからね。次の日、あ、俺来た。俺出てきた。もう一つ、あの説明動画でちょっと知ったことがあるんですけど、これはすごい土が盛り上がったところなんですけど、盛り上がったところなんですけど、めっちゃ盛り上がったところを強調しますけどね。これ盛り上がったところをね、これ押したらたくさん虫が出てくるんですけど、これはね、あの、ここに男子生徒がおるときに押したら、多分な、男子生徒がいないときに押したら、このランクの部分が下がるらしいですね。虫がたくさん出てきて、それの女の子じゃ処理できないよっていう状態らしい。だから男の子がここにおる状態、俺がおるんで今回はいけると思うんで、これ押したら埴輪出てきた。埴輪出てくるんで。ちょっと古代のものが、縄文時代に埋められたようなものが出てきたもん。縄文時代に埋められたようなものが出てきた。埴輪出てきたよお前。こんなゲームに埴輪が出てくるとか、動物の森以外にあったやな。埴輪使ってみた。用途がわからない。メルカリで売ればいい。うん、どうした？ならばくれ、お前出てきたん。お前おった。開けざるを得なかった。らしいです。まあ何にせよ虫が飛び出さんかってよかったな状態。こう単体だったら別にさ、女の子一人でも退治できるらしい。ゴキブリとかは退治できる女の子がすごいな。実家飲食店なんかな。あとワイルドストロベリー、普通だったらいいでしょ。そのままにしといて、乾き気味、あ、これは水をあげとこう。これはあんずだっけ。あ、タケノコか。これもタケノコなんじゃ。なんか花びらっぽい感じになってるけど。あとマリーゴール、あー潤っているか。水はあげんでもいいな。俺のマリーゴールだけ水あげたかったなと思ったけど、これは潤っているか。ちょっとあげすぎも良くないって聞いたからな。普通だったら別にいいんじゃないかな。そのままでも次の日でいいんじゃないかなって思うんで、そのままにしておきます。というわけで友達を呼ぶ。でさっき出てきた七井仙太郎くん、こいつのあだ名はミドルネームにしとこう。ミドルネームがありそうやけ、ミドルネームって名前にしとこう。実はクォーター説、クォーターだったりするんじゃないかな。こうだかもしれんけどな、ミドルネームってあだ名にするぞ。お前はミドルネームを呼びました。発掘作業したから花壇に入れてくれる。このスコップな、学校暮らしか。お前は学校暮らし出てくるキャラクターか。お前は学校にゾンビでもおるんか。ミドルネームを花壇に入れたら、花壇がサーチになってしまう。埋め立てられるんじゃ。マイクラだったら欲しい人材やけどさ、このゲームはマインクラフトじゃないんだよお前。でもそれがエンゲームに入部する条件だと言った。どうしよう。通す通さないの選択肢なんじゃ。しょうがないわ。入部届にサインしてもらうしかないもんな。このスピリットメーターをね、あげるには。約束覚えてるよね。発掘作業させてくれたらエンゲームに入部するってやつ。いいよ。ここだけ掘り起こしたらもうすることないし。わ、本当に名前貸すだけみたいな感じになってる。じゃあ花壇に入っていいよ。悪いな。そう言うとミドルネームは花壇を掘り返し始めた。部員になりました。
サラチだったガチでサラチだったおいおい本当にサラチになるんや、お前。俺のマリーゴールドどこ行った？俺が持ってきたマリーゴールドを抜かれたんやけど。あいつ許さんぞ、ミドルネーム。許さんぞ、俺の持ってきたマリーゴールドまで。どこ持っていたん、あいつ、お前。今、仮想場とかに持っていってさ、燃やしとんじゃないだろうな、お前。マリーゴールド消えちゃったね、くっそあいつ、今度見かけたらグーで殴ったるぞ、お前。何で戦だろう、お前。てか、読んでさ、殴ったろうかな、読んで。今から読んで殴ったろうかな、殴れ、お前。いけ、刹那九助。こいつをグーパーで殴れ、お前。何か用を。特に用はないよ。ちょっと話したいなと思ってたの。そうそうそう。ヒポポダモスと話している間に俺が後ろから迫って、ドンキでドンよ。ドンキでドンよ。それってさ、油断させておいて、後ろから迫って殴るやつじゃないのかな。なんでわかった？なんでわかった？すげえな、お前。予知能力持ってんな。暇だろ。とでも言いたそうに、ニャニャこっちを見た。わ。見下してる。こいつ、人の肩をさらちにしておいて、よくそんな顔ができるな。何？桜井ってさ、基本的に物好きだよね。そうかな。俺の趣味を知っていながら話したいなんて言い出す女子は、そうそういないよ。そうだな。こんな笑顔の裏にさ、なんか黒いものが見えるからな、お前。逆に趣味を知らない子には話しかけられるんだ。あ、それはイケメンやけんな。イケメンだからな。イケメンだから。イケメンだからな。イケメンめっちゃ強調してるだろ。帰りの電車でよく逆断される。マジっすか、お前。おい。お前、体入れ替わろ。俺と体入れ替わろ。俺逆断されてみたいんやけど。人生一度でいいから逆断されてみたいんやけど。確かに。ミドルネームはなかなかの美形でジャニーズ顔って言うのかな。生意気なぐらい整っているジャニーズ顔なん。そうか。声かけられたらどうするの？もちろん無視するよ。ああ、お前さ、女の子に優しくしろっておばあちゃんから教わらんかったん？女の子には優しくしとかないといかんよ。ほら、ヒポポタマス、お前。ヒポポダマスもこんな顔になったんだよ。複雑な顔ですよ、お前。無言のまま終わらすな。イベントを無言のまま終わらすな、お前。好感度上がったんじゃ。くさ、さらちになったけんさ、なんか植えなあかんで。種あったないだろ、お前。ないんよ、種が。新しく巻く種がないんよ。だからお前が責任取って持ってこい。お前が責任持って。あれ、これイベント見るだけのやつだったっけ、俺らんだ。取ってくるとかそういう系じゃないんかな。まあいいや。ミドルネームってスキル何持ってるっけ。スキルって言い方する。現実世界でスキルって言い方する。お前結構ゲームのなのか、お前。ヒップポタマスよ。別にないけど。ああ、なんかすごいしょうもない話したな、今。なんで今のやりとりだけで好感度上がったのか、ちょっと不思議なぐらいしょうもない話した気がするんだけど。なんこれ。あ、そう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 。これも説明の動画で見せてもらったんやけどさ、メインキャラ4人を部員にしたらこんな感じで。おい、待て。ちょっと待てよ、お前。3枚の入部届を先生に提出したって4人分、4人なのに3枚なん？誰だ？誰の分がかけてるんだ、おい、入部届。誰かの分がないぞ。ヒポポタマス、どっかで燃やしたりしてない？あ、そうか。ミドルネームの分の入部届か。さらちにした植物引っこ抜いて燃やした時に一緒に燃えたな、入部届も。頑張ったな、サグライ先生、嬉しいぞ。先生は嬉しそうに言われるとすぐ書類にハンコを押してくれた。そして園芸部は認められたのであった。日頃の行いがいいおかげだな。
なんて思ってたら、うすら笑いが顔から漏れていたみたいで、嬉しそうだね、なんて先生に言われたもんだから恥ずかしくなった。違うんですよ、先生。絶対先生、演芸部復活無理だと思ってたでしょ。それを見返して、すごい、胸くそいいっていうか、めちゃくちゃ、ざまあみろ、はいつくばれっていう感じなんです。こうして私は晴れて演芸部部長となり、あの3人も正式に部員となった。え、誰だ、部員だと思われてないやつ誰だ。おい、誰か部員だと思われてないやつがいるぞ、お前。誰か部員だと思われてないやついるぞ。俺かな、俺だろかな、部員だと思われてないの俺かな。多分貢献度的にはな、ミドルネームだな、ミドルネームだな、多分貢献度的に考えたらミドルネームやな。あいつむしろマイナスのことしかせんかったけんな。さらちにしやがって、お前。あんなやつ部員だと認めてたまるか、お前。名前はもらうけど、名前は貸してもらうけど、これから本格的に演芸活動が認められるかと思うと嬉しくてたまらない。あの日見た花壇を目指して頑張ろう。意気込んでいたのもつくの間、職員室の奥から激しい叫び声がした。俺はジャイアン、ガキないでしょ。ジャイアンおる、この学校ジャイアンおる。じゃなくてさ、だから何も何度も言うけど、あっちから絡んできたんだって。ではどうして木村君は傷一つないのに竹永君は傷だらけなんですか。まずだからです。コンパス持って殴りかかってきたから、こっちだって必死だったんだよ。コンパスで殴りかかるってんだよ。そんなやつおるか、お前。こう、もう一人でかいもんで殴りでかかるけど、せめて、筆箱とか。コンパスで殴りかかるやつはおらんと思うわ、俺は。コンパス、刺すとかならわかるけど、殴るはないだろう。今度何かあったら反省部だけではすみません。退学処分も検討しますからね。木村くんだ。ああ、キムニー。担任の先生と揉めているようだった。どうしたんだ桜井、次の授業に遅れるぞ。気になってたので聞いてみることにした。木村君はどうしてお叱りを受けているのですか。さあな、また喧嘩したんじゃないのか。は他人や、完全に他人の言い方だお前。教室でどうなのかそれは。木村は職員室に呼ばれる回数が全校生徒の中で一番多いからな。職員会議が長引くのはあいつのせいだよ。本当に困ったやつだ。とほほ。はは。え、その決定権俺にあるんじゃ。あのやつしーらね。木村くんたらまた先生を怒らせて何か理由があるのかな。でももう行かなくちゃ。次の授業に間に合わせし、放っておこう。あの奴、放っておこう。もうすぐ鐘が鳴るから戻った方がいいんじゃないの。先生は立ち上がって薄い汚れた白衣を羽織った。白衣、ああ、理科の先生なんかな。次は生物の時間だぞ。解剖しちゃうぞ。解剖しちゃうぞ。あれ、先生もしかしてマッドサイエンティスト的な人間ですか。私は言われた通り教室に戻った。勧誘活動、何その勧誘活動って。ちょっと待って、勧誘活動って何ですか。え、さらに6人目7人目ってさらに増やせるんこれ。ってことはさ、スタミナももっと増えるんかな、もしかして。それはないんかな、わからんけど、やろうぜ。勧誘だ、勧誘だ。ああ、花壇が充実してないうちは、まだただ闇雲に勧誘活動してもダメなのかな。わあ、赤さみにヒント出してきてる。そうなのかな。おこぼりなの。どうした、またお私のところのイチゴを食いに行かのか。残念だったな、最近ミドルネームのやつがサラチに戻してイチゴなんか全く植えてないよ。新入部員を勧誘してるのになかなかうまくいかないの。人気をもっと集めればいいんじゃないかな。そうだぞ、人気をもっと集めるにはな、水着姿になってアピールすればいいんだ。そうしたらバカな男たちは寄ってくるぞ。おたつと一緒にいると楽しいんだよってことアピールするのだ。あ、それはつまりあれか、水着姿になっていらっしゃいって言うのか。お前らエロいな、お前ら。ビキニがいいぞ、ビキニ。俺はビキニをおすすめするぞ。
そんなことできる柄じゃないし。あ、でもヒッポダマスそこそこ胸大きいと思うから大丈夫だと思うな。関係ないよ、大丈夫、一緒に踊ろう。あ、そういう感じ。ポールダンスするの、ポールダンスするの。エロいなお前ら、ポールダンスができるのか、その年で。はい、モーちゃんはそういうなり激しいステップを踏み出した。あー、ごめん、偏見かもしれないけどお前運動神経悪そうだから。カレーなの？マジでカレーなの？え、なんでダンス部入らなかったん？なんでダンス部入らなかったん？ゴー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 、1、2、3、4、5。激しいステップに使わなし、明るい歌声を響かせ、モーちゃんはヒートアップする。さあさあじゃない。あ、ちょっと待って、俺も心の中でさあじゃねえよと思っとったらさ、似たようなツッコミしたな。ヒポポナマス、お前そう言って手を差し伸べてきたって、私にはできない、あなたと同じことは。ここは中庭だ、言うなれば校舎の真ん中で、どこの階にいても廊下に出て窓を見れば何をやっているか丸分かりなのだ。おまけに大声を出せば全部の階に聞こえる。歌なんて歌ったら全校に丸聞こえだ。そんな周知プレイに、周知プレイを私にしろと。え、周知プレイいいじゃん、周知プレイ私は好きですよ、節約休憩は好きですよ。私小学校の頃からダンスチームに入ってて、踊りには自信があるんだよ。マジか、お前ダンスチーム入ってたん？じゃあ俺の動画見ててよ、踊ってみたと実況して、踊ってみたを実況してみたって動画出すわ俺。コラボしようぜ、ももちゃんコラボしようぜもうももちゃんと呼ばいよ、もう俺はももちゃんと呼ばいよ、ももプロって呼ぶわ、ももプロって呼ぶわお前のことももちって呼んでいい？ももちって呼んでよ、お前ビリーズ工房やお前。ファンの人も、ファンの人も少しだけ、どう、少しだけどいてくれるの。マジか、なぜダンス部に入らなかった？もう一回言う、なぜダンス部に入らなかった？だからそんなにスキップにキレがあるんだね、ステップにキレがあるんだね。俺もバックステップの神様だったら、バックステップだったらキレがあるんだけどな。でも高校生になったばかりの時、足を怪我して入院しちゃったんだ。おいお前その笑顔ですごいこと言うな、お前足を怪我して入院しちゃったじゃないよ、腕を痛めてピッて野球やめたんだみたいな感じで言うな、お前それをよう笑顔でそんな言えるな、お前それ以来練習に置いていかれちゃって、頑張っても頑張ってもダンスチームのみんなに追いつけなくなっちゃった。みんなに迷惑かけてなかったからやめたの。お前ほんまに笑顔で、そんな笑顔で言えることじゃないぞ、お前すごい過去背負ってんな、お前なんかごめんな、なんか水着になって踊ってみてとかそんなん言ってごめんな。意外をなくしちゃった気分だったよ。もーちゃんはそんな話を明るく気丈に話す心は強っ、すごいな。でもそんな私でも生かされるのなら、誰かのために踊っていたいから、一緒に踊ろう。モーちゃん、そんなことが。え、もちろんよ。あー、ヒポポダマスの心に火がついた。火をつけたのはあなた。踊った。うふふ。えへへ。ははははははあ、男性陣に見られた。なぜここに俺はいないのだ。なぜこういう時に俺カメラ回していないのだ。あ、これはさ、動画でアップしたら高評価どこじゃないよ、売れるよ。1本2000円ぐらいで売れるよ。何してんのあんたら。ひー人気集めアクション。あ、そんなのもあるんじゃ。人気集めのために踊るんじゃ。水着用意しとけ、お前ら水着用意しとけ。あと花壇ちょっとどうにかせんかったらあかんな。キム兄がおるけんここを触っていけるやつ湧くんやけど、キム兄が、お、むしむ潰した。うわー、グロい潰し方したんだろうな。もう虫の体液がブシューって出るぐらいに潰したんだろうな。グロいグロい。あの木の子
キノコノコノコ元気な子なんでキノコこんなに生えてくるんだ。どうしてこんなにキノコ生えてくるの。園芸あるあるな。植えてもないのにキノコが生えてくるって園芸あるあるな。そうだそうだ、このドーグリストか、これまで手に入れてきたキノコがどんどん溜まってきて、これで実は食べれるんですよ。これも説明動画にあったな。どんな効果だったっけな。どれがどんな効果だったか覚えてないけどさ、正直わからんけどさ、ああ紫とか灰色とかさ、マイナス効果っぽいような色をしとうけん、これはやめとこう。でも無地なって、無地なってなんかゲテモロっていうような感じのイメージがあるけん、これもやめとこう。あんずだけ、あんずってなんか食べ物っぽい名前やけん、これうまそうやな。あんずだけ食っとこう。食してみます。やったー、精神力アップした。やったー、5歩や、5になった。やった当たりですね。あんずだけは精神力アップの効果があるらしい。じゃあ他のはやってみよう。これ灰色、灰色を食ってみます。わあ一気にゼロになっちゃった。疲れた疲れたあ、どうした、どうして泣いたん。おお、モモプロどうした、モモプロ、モモチプロ、モモチプロどうした、お前泣いて、お前冷蔵庫にあったプリン食べられた。あ、そう、よっしゃ、キノコ、キノコ、あれ植えた、ば植えた覚えのないやつが生えてきた。すげえな、なんでこの花壇さ、一回さらちんされたのにさ、あ、植えてもないワイルドストロベリー生えてくるん。どうしたね、どういうこと。おい、お前もしかしてワイルドストロベリー育てる天才なんじゃないの。ヒポタマス、お前ノーベル賞取れるぞ。お前このワイルドストロベリー大量生産のノーベル賞取れるぞ。お前普通だったらいいや、乾燥度普通だったらそのままちょっと1日置いとこう。それより種だよ、どんどん植えていかんかったら10日にしてこの状態やけど、ワイルドストロベリーの芽がちょっと出てきたぐらいのしかないっていう悲惨的な感じになってるからな、お前。種をまく、種、収集活動が、そうじゃそうじゃ、収集活動でどうにか株って、株園芸で株植える人いるのか株株や株ってえ、園芸って、え、畑とかそういう方面じゃないの、これ株って。わあ、カブだ、食べていいって言いそうやもん、この女が、この女が言いそうやもん。わかったわ、上どこは、あ、ここのポジションは俺の特等席がここだめだ、一番端のこの辺、うん、端の方が取りやすい。ももちゃんが、あ、生えてる、いただきます取りやすいところに置いてあげるわ。そうやな、収集活動いるな、もうちょい。あ、ま、ワイルドストロベリー、ほうほうほう、でもう一度収集活動、カブどっから持ってきたんや、収集ってどっから配ってきたんや、お前近所のスーパーで買ってきたんか、お前そのカブの出所が気になるよ、俺はてかカブ好きなんか、お前ら。金魚草聞いたことないな、そんな花あるんじゃ。じゃあ植えるためをまく日々があって、水をやる日々、金魚草が気になるな。あ、一種類種が、一種類しか植えれんのかな、これ。金魚草っていうのはようわからんけど、どんなやつなん金魚草って。普通植えたらすごい普通なんやな、かやき具合が。わかったわかった、早う芽が出てくるようにね、水あげとくわけ。やったー、カブだー、いただきます。まだ植えてないって言ってんだろお前、まだ野菜ってないって言ってんだろお前。おう、キムニー、お前、ま、話すことなんかお前にはないよ。タイジタイジ、キムニー頼む、ハニーは出てきた、まだハニーは出てきた。ああ、ミドルネームのやつは今回は出てこんかったわ。
かわいどれだ。金魚草、水をあげる。ワイドストロベリー、普通か。これはそのままでいこう。株も普通。普通、そのままいこうか。ワイドストロベリー、こっちも乾いとる。これは水でやる。で、今回はどうしようかな。まあ、この花壇だったら、まだちょっと、部員召集、部員召集ちゃうな。あれ、部員召集って何やったっけ？ああ、そう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 。種持ってきてもらうとか。そうじゃ。俺に種持ってこられれば、またマリーゴールド持ってくれるかもしれんね、俺。マリーゴールド持ってくる天才やけどな、俺。協力するぜ。マリーゴールド頼みます。またマリーゴールド頼みます。収集活動。頼むな。あ、あと、ももちゃんも。ももちゃんも、自分がちょっと食べたいもん植えていけん。成長したもん、成長したらうまいもん食べていけん。うん。食べていいけん、なんか持ってきて。はいよー。何をしてもらえますか。うん、なんか食べたいもん覚えていいけん。スイカの種とかは持ってきて。スイカ食べたいだろう。こう今の時期がどんな時期かわからんけど、夏だったらうまいぞスイカ。お前いいよ、スイカでいいけん。もう他の男性陣2人は幽霊部員ということでノータッチでいこう。あんまり自分からはタッチしないでいこう。特にこいつに関してはどんどん好感度上げられたら本当に結婚しそうな勢いになるかもしれないからやめておこう。残りスピリットが1なんで、ここで道具リスト出して、あんずだけな、あんずだけでスピリットを回復する。これいう使い方やな。このギリギリ1になった時にスピリット使ってこう回復するんだ。なるほど、いいな。あんずだけどんどん植えて、生えてきてほしいな、これ。で、回復した分で、人気集めやってみるか。人気集めてね、ちょっと、人気集まったら部員が手に入りやすいみたいな感じなのかな、これ。よし。人気集め。さあ、ビキニで踊れ踊れ。自分の体を脱ぎ捨てて踊り上がそう。うん、体だけじゃなくて服も脱ぎ捨てよ。私も協力するよ。はい。なぜ踊るところを映さない。なぜ踊るところを映さない。ビキニやった姿を映さない。そこが俺の目玉だと思ってたんだ。なぜブラックになる画面。人気が少し上がった。わからん。あ、ファンが増えてる。ゲージわかるんだよこれ。ちょっと待って、スピリットめっちゃ減ってない。あれ、こんなもんだったっけ。あれ、スピリット激減りしてない。ちょっと待って、アンズだけもうドーピングかってぐらいに、ドーピングかってぐらいにアンズだけ使うぞお前。アンズだけで体酷使するぞお前。アンズだけで体酷使、人気集めるぞ。もう踊れお前、今夜は踊れ。どん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 脱ぎ捨てる。服と殻をどんどん脱ぎ捨てる。そしてももちゃんがやってくる。お前も服と殻を脱ぎ捨てろ。お前は、いや、なるほど、踊るってもうそれだけ過酷なもんなんだなって分かりましたね。だってね、スピリットは一気に一致になっちゃった。ドーピング、ドーピングじゃ。どんどん酷使するお前。どんどん酷使するぞお前。このファンのゲージがどんどん上がってきたら、部員勧誘で入ってくれる人が出てくるんかな。踊れ、そのために踊れ踊れ踊れ。殻と服を脱ぎ捨てろ。もうパンツ一丁になっちまえ。ちょっとずつゲージ増えてるな。もっとだ、もっとだ、もっと踊れ。どうした？そうそう、いいステップになってきたよ。回数重ねたけどんどん上手なってるこれ。どんどん上手なっとんじゃんこれ。そうかな、えへへへ、えへへへ、全日本狙えるかな。無理だ。もうちょっと上達したら、センちゃんや切断圭介にもダンスを教えてあげよう。おい、なんでももちゃんを俺のこと呼び捨てなん。え、せつけちゃんとか呼んでほしかったんやけど、なぜ呼び捨てたん。ももちゃん、俺に対して何か恨みでもある。そうだね、あとキム兄にも、キム兄はやめとけ。それでさ、ヒポポダモスももしかして惚れたらさ、あいつら、お前ら結婚してしまうでないか。寂しいぞお前。
木村くんはいい人だよ。そんなに怯えなくても。いい人があんな顔で生まれてくるわけないでしょ。もうちゃんさらっとひどいこと言うな君。そんなことを木村くんが聞いたら泣くと思う。ももちゃんに逃げられるの木村くんは気にしてるみたいだよ。そうなの。ジュース。キャー、前の前のどうして俺を避けるんだ。顔が怖いからだよ。なんで私の口からはとても言えない。じゃあ俺が代わりに言うわ。おいキムニー、お前顔怖いんじゃん。お前今まで人気があるのか。ドーピングだ、人気集めだ。踊れ踊れ、もう裸になっちまえ。ドーピングアイテムもうなくなったかな。あー、まだあるで、まだあるで。でもさ、こんなことやってもちょっと繰り返しでラチがあかんようになってくるけんさ。アンズだけが精神力回復で、灰色がギフってなるんだよな。紫しめじは使ってみよう。あー、ダメな方だった。そうか。あー、そうかそうか。次の日になってさ、誰持ってきたんだろうなって。まずは、あ、ももちゃんか。何が食いたい。何を育てて食いたい。もう食うこと前提で話してるよ。こいつの話だから。ももちゃんの性格で、ももちゃんだからもう、もう育てたら、育ったら食う前提で話してるけどさ、何を持ってくる。なんなんお前、この世界観株流行ってんのか。株食うこと流行ってんのかお前。もう植えてるわお前。あ、俺、もう俺分かっとけんな。俺はマリーゴールドとかそういうおしゃれなん持ってくるわ。もう刹那啓介は株なんか持ってこんからな。ちゃんとしたもん持ってくるからな俺は。なそれ、100日草。お、結構ガチなん持ってきたんじゃん。100日草って何。100日育てないと花が咲かないみたいな、そんな話。すげえな、俺まともな仕事してるな。おい、早速植えるわお前。じゃあ間違えた。こっちか。100日草、俺の100日草やぞお前。ここ植えるわお前。ど真ん中植えたろお前。あとももちゃんが食べたいって言ったカブ、よかったな。ももちゃんカブめっちゃあるわ。もう大豊作だ、株大豊作だお前。あともう一つなんかあったな。あ、株まだあるわ。株ありすぎだろお前。ま、あ、結構間違えた。株まだ2個あるんじゃよ、見たら。1時3粒で現在2粒。はあ、はあ、多いわ株。株多いわ。今日の植え付けは終了です。今日の受付は終了ですみたいな感じ。病院みたいな感じになったのよお前。じゃあどうしようかな。あー、ここでちょっと刹那啓介のイベントを見てみよう。俺を呼ぼう。刹那啓介を呼びました。私は今日も園芸動画を撮影していた。そうなんじゃ。撮ろうぜ撮ろうぜみたいな感じで言われるんじゃ。もう断れんようになってきたんじゃ。断ったらこの動画を校内でばらまくからみたいな感じで脅迫してとかな。宣伝になるよそれ。さあ今日も園芸実況を始めていきたいと思います。今日も植物は何ですか、ヒポポタボスさん。レポーターみたいな感じになってる。今日はラフレシアを紹介したいと思います。ラフレシアの、ラフレシアって結構外国におる臭いやつじゃないお前。初っ端からとんでもないものを紹介しますね。ラフレシアは東南アジア、アジアと極部とマレー半島に分布するラフレシアかラフレシア属の、寄生植物です。あ、これなんか説明動画でさ、説明動画だったっけ、前回の動画の感想の動画で教えてくれたの何やったっけ。
大輪だったっけの花をつけ、直径90センチほどにも達し、世界最大の花と呼ばれています。この花の花粉を運んでいるのは死肉や獣粉で、繁殖するハエの仲間なので、死肉や似た質感や組通り便所のような腐臭を発し、ハエを誘引します。要はとても臭いということです。実物はこちらになります。お前そんなちょっとブラウザバックするようなもんネタにせんといて。俺の動画なんでそんなもん持ってるん。くさ。このように強力な腐臭を発しお前もむせとんでないかお前。せつなけんすけくん、もう限界。お前が出したんじゃ、お前がどうしたんじゃ。まだ実況途中じゃないか。でもあまりにきつい腐臭だな。ブーン、変な音がする。虫の羽音のような不穏な音が。とにかくこのラフレシアを何とかしないと、私の命が。だからお前が持ってきたんだよお前、自爆だよお前。急いであっちの焼却炉に入れよう。うん。異臭騒ぎになったこんなものをおっぱい大きくても嫌だよ。